皆さんこんばんは。こんにちは。ダイナカスト坂本です。はい。今からはですね、さっき午前中に説明、紹介しました A2 のマシンで、製造した部品の紹介になりますので、よろしくお願いします。で、この部品は、工法の切り替えですね。もともと、真鍮の切削で、検討されてたものを、ダイカストに変更したという例になります。結構数が多い部品です。うちの A2 のマシンで、2キャビでやってるんですけども、マシン2台ぐらいで対応できてるっていう状況ですね。はい。そして、A2 のマシンでは、結構ちっちゃい部品も作ることができるということで、こういった部品ですね。これは、自動車用の、コネクタの部品なんですけど、結構ちっちゃくて、ここら辺に穴も開いてたりして、非常にちっちゃいものですね。これも自動車の、コネクタですね。こちらですね。かなり形状も複雑なんですけど、これも弊社のマルチサイドマシンで作ったものというところですね。はい。で、次に紹介するのが、金型の技術の方になるんですけども、こちらの部品ですね。こちらの部品ですね。これ、外側の枠がダイキャストで、この部品ですね。プレスの部品をここに入れまして、で、こういうスライド構造を作ってるものですね。で、こちらの部品はですね、このプレス部品をですね、ダイカストに一体化してる部品になりますね。そして、ここがアンダーカットになってるということですね。ここですね。この2箇所。ここと、ここがアンダーカットですね。ここですね。この反対側ですね、こっちです。はい、A2 のマシンでですね、金型でリフターという技術を使ってアンダーカットを実現しているというのです。これももう5年前ぐらいから量産になってて、特に量産でも問題ない技術ということですね。少しこう難しい部品ということで、これが最後なんですけども、これですね、こういう中にあるファンのような形状が、これ別に、ちょっと斜めになってるんですけどもですね、ダイキャストで成形だけでやってるという状況ですね。こういう斜めのアンダーカットの形状、ここですね。はい。これダイソンのヘアドライヤーの、部品になります。の軸の部品ですね。これも弊社のマルチスライドマシンで作った部品です。これはこういうふうに、ちょっと通常その抜けないような構造になっているということですね。これもダイカストマシン、弊社のマルチスライドで作っても、これももちろん量産になって、月に5万とかそのぐらい出てるものになります。これですね。はい、一応部品の紹介としては、以上になります。何かこう、こういうものもあるんだっていうのがあったら、営業の方に問い合わせいただければ、もう少し詳細の説明できますんでですね、よろしくお願いします。はい。あと、いつも通りアンケートがありますもんでですね、そちらもまたあればということでお願いいたします。今、アンケートがチャットの方に出ましたので、ご検討ください。じゃあ、今回シンガポールからやったんですけど、次回はまた日本からいろんなテーマピックアップしてお届けしますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。